おはようございます。ウェザーニュースキャスターの江川彩音です。12月1日土曜日の天気をお伝えします。まずは流れを確認していきましょう。今日は北日本に低気圧が接近、通過していきます。雪や雨の降りやすい空となりそうです。特に北海道では雪の降り方が強まる可能性がありますので注意が必要。沿岸では強風による横殴りの雨やそして吹雪などにもご注意ください。西日本や東日本、高気圧圏内となります。晴れてお出かけを楽しむことができそうです。ただ朝晩と昼間の寒暖差が大きいので体調管理には気をつけてください。南西諸島、日差しが届きますが、こちら沖縄本島の方ではにわか雨の可能性があります。体感は過ごしやすい陽気となりそうです。それではアイコンで見ていきましょう。全国の天気です。北海道の方では雪が降り積雪が増す可能性があります。旭川では予想最高気温が氷点下1度、2月下旬並みとなりそうです。そして秋田の方でも雨アイコンがありますが、こちらは傘が活躍しそうですね。その他の地域、晴れて日差しが届きます。東京では予想最高気温17度、大阪でも17度となっております。こちらは11月中旬並みです。昼間は過ごしやすい陽気ですが、朝晩と昼間の寒暖差大きくなるので体調管理にはご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしました。素敵な一日をお過ごしください。